こんにちは、四国メタンです。こんにちは、犯人はズンダモンなのだ。本日のニュースはこちら。春日市謝罪なし訴訟。なんで？2019年、春日市立小学校にて勤務をしていた20代男性が担当クラスの教室で自殺し、遺族が春日市と福岡県に9000万円の賠償金を求める訴訟を起こしました。担当の教室で自殺、生徒からの嫌がらせでもあったのだ。いいえ、長時間労働や先輩からのパワハラが原因で、生徒たちのことは大好きだったそうよ。男性は教師になり半年で月平均の残業時間は100時間を超えていたわ。運動会の振り付けを覚えていなかったとして同僚の前で知った。担当児童の宿題を忘れたことをめぐって謝罪をさせられ、男性は立ったまま号泣。その日の放課後に次の文章を残しているわ。人のためにと思ってついた職業、憧れた仕事、子供に迷惑をかけてしまう。大好きな子供なのに、こんなことなら生きていても仕方がない、さようならと遺書を残して担当教室で首を吊りなくなったそうよ。遺書が残っているなら亡くなった原因も明白、労災認定されなかったのだ。2021年に労働災害、公務員だと公務災害と呼ばれるものに認定されているわ。しかし福岡県と春日市からの謝罪はなく、今回の訴訟を踏み切ったそうよ。正確には福岡県教育委員会と春日市教育委員会ね。労働による災害と認められても謝罪しない、福岡の教育委員会はどうなってるのだ？ネット上では教員の在業時間100時間は当たり前、春日市の教育委員会は相談しても意味がないと見受けられたわ。何のための教育委員会なのかわけがわからないわね。以上、9000万円以上請求しても良さそうニュースでした。続いてのニュースです。技能訓練、抱きしめ慰める。ティモ。2020年、技能訓練機関の指導の30代男性が5ヶ月停職の懲戒処分を受けました。停職の理由は女性の学生を抱きしめるセクハラ行為、女性の訴えで事件が発覚。男性は学生が悩んでいるように見えたから慰めるために抱きしめたと話しています。20代教論はなくなって、セクハラ30代指導者は停職5ヶ月、何かの間違いでは？仕方ないわ、世の中すべて狂ってるもの。ちなみに34歳の芸能人だと俳優の岡田将生や声優の小野賢章が同い年よ。ちょっと悩んでくるのだ。そんじょそこらのずんだ餅のために芸能人は相手しないわよ。停職5ヶ月で仕事に復帰するし、技能訓練に通う女性学生は心配なのだ。全職員に法令遵守の徹底を呼びかけ、学生専用の相談窓口を設けるそうよ。相談窓口に相談は本当に来ているのか、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。